はい、衣装磯村です。今日お話しさせていただくのは運動と体重減少、つまりダイエットについてです。で、皆さんダイエットしようと思ったらまずね、運動頑張んなきゃって思うかなって思うんですけども、じゃあ実際問題としてどれぐらい運動頑張ったらどれぐらい体重減少するのかっていうのをね、皆さん知りたいと思うんですよ。ですので、こちらについて調べた研究ありますので、これを紹介したいと思います。で、400人の閉経後の女性で体重がだいたいですね、80キロあるような方っていうのを400人集めてきたという研究になるんですけども、こちらをですね、半年間ね、ちょっと様子見たんですけども、全く運動をしなかったグループっていうのがまず第一で、第二のグループがだいたい週に200キロカロリー頑張った、第三のグループは週に400キロカロリー運動頑張って、第四のグループはだいたい600キロカロリー頑張ったというような形になるんですけども、こちらが半年後ね、どうなるかっていうのを観察したというような実験になります。で、皆さんですね、100キロカロリーの運動っていうのがどれぐらいね、きついかっていうのは分からないと思うんですけど、大体ですね、30分ジョギングしていただくとですね、100キロカロリー消費されると思っておいてもらえれば大丈夫です。ですので、200キロカロリー週にやるとなれば、週に2日ですね、30分のジョギングをしたというようなのとほぼほぼ一致します。で、400キロカロリーであれば週に4日だし、6日間やれば週で600キロカロリー確保されるというような感じになります。で、その一番ハードなグループですと、週に6日もですね、30分もジョギングするので、結構頑張ってるんですよ。しかもそれを半年も続けたということになります。で、これのね、結果ね、どれぐらいになるのかってね、皆さん、結構興味あるんじゃないかなって思うんですけども、これ実際発表していきますね。で、200キロカロリーやったグループっていうのはなんとですね、マイナス 1.4 キログラムだったんですね。で、その次の400キロカロリーやったところですと、マイナス 2.1 キログラム。で、最後一番ハードにやったところ、どうなると思いますかね。なんとマイナス 1.5 キログラムでした。ということで、まあこれ面白いことにですね、400キロカロリー週に頑張ったっていうね、真ん中のところがなぜかまあ一番成績が良かったっていうね、ちょっと面白い結果になってるんですけれども、まあ大事なところはですね、一番成績の良いところですら、マイナス2キロしか減ってないってことなんですよ。ですので、運動っていうのをね、かなり頑張ってやっても、半年でマイナス2キロしかいかないんですね。このことをね、よく知った上で、やはり食事っていうのを見直してやっていかないと、運動だけだとダイエット結構きついです。ですので、実際問題としては運動ってね、もちろん大事なんですけども、運動と食事っていうのを合わせてやらないとなかなかダイエットは効果出ません。で、この研究についてね、より詳しく知りたい方は概要欄貼っておくので、ぜひ読んでみてください。